ただいまご紹介いただきました、奥原と申します。で、最初に、今、ご紹介いただいたんですけれども、簡単に自己紹介のスライドを出しております。実は、大阪生まれ、奈良育ちで、広島大学が学部だったというところで、広島大学とのご縁ができた後にですね、その後 JST という、皆様、きっとご承知だと思いますけれども、日本の科学技術のイノベーションを推進するというようなミッションを背負ったところで産学連携の仕事をしていました。その後内閣官房に出向になりまして、国の地代戦略ですね、こういったものを策定する仕事を2年間やっておりました。ちょうど自民党から民主党に政権交代するっていうような激動の時期だったので、なかなか面白い時期にそこで仕事できたなと思っております。その後、ご縁があって、東広島市の方の市役所の職員ということで、地方公務員に転職したんですけれども、またこれも大数奇なご縁があってですね、広島大学に派遣され、そこで産学連携の仕事をするというところから、いろいろな出会いがあって、広島大学発ベンチャーのプラチナバイオを創業したというところになります。でプラチナバイオ株式会社、簡単にちょっとご紹介させていただきますけれども、設立が2019年の8月30日というところで、創業者は私、奥原と、ゲノム編集のトップランナー、山本隆の2名でしたというところです。で2人で立ち上げて、今、4年目に突入しているというところなんですけれども、資金調達もでき4億として資本金が少し上がっているのと、あとはその株主ですね、様々な事業パートナーの方から、資本業務提携するというような形で、その取り組みを進めているというところになります。で、組織図簡単に書いておりますけれども、従業員今27名おりまして、3部体制ということでやっているんですけれども、なんかその各自の名前の横にですね、地名が入っているんですけど、実は広島に本社があり、そこにしか会社がないはずなんですけれども、社員は全国各地にいるというような形で、完全テレワークも可能というような会社づくりをしているというところにあります。で、少し宣伝ですけれども、昨年度ですかね、ジャパンベンチャーアワードの JVCA 特別奨励賞というのもいただいて、今後の成長を期待されているスタートアップの一つになっているのかなというふうに思います。で、我々が、どういうようなことをしているかというと、ゲノム編集と、あとこの後お話しするバイオ DX、というようなことをキーワードにして、その大学の研究成果を社会実装するというようなことに取り組んでいます。で、今ゲノム編集のプロダクトが実はどんどん世に出てきているという状態がありまして、上段の3つお示しした例のうち、トマトと肉厚のマダイ、そして例にはないですけれども、高成長のトラフグ、そして一番新しいのは、ワキシーコーンという、もちもちのトウモロコシというような品目が、すでに上市、世に売りに出せる状態になっているというのが日本の今の現状というところになります。今後も様々なプロダクトが世に出てくるのではないかと考えているんですけれども、我々のチームの技術、プラチナタレンというものを使って、この右上の毒のないじゃがりもというものが、大阪大学の村中先生のチームが作っているというところがありまして、こちらの方の事業化の動きもこれから加速するのではないかなと考えています。で、我々広島大学発ベンチャーというところなんですけれども、広島大学ですね、ゲノム編集とバイオ DX のトップランナー、それぞれいるというところで、今日はですね、右下、大野秀正と一緒にこのセミナーを開催しているんですけれども、ゲノム編集するには、そのターゲットの遺伝子を見つけないといけないというところがありまして、そういったところを、従来はバイオインフォマティクスと呼ばれていた領域の、コンセプトを新しくバイオ DX というふうな打ち出し方をして、より、ゲノム編集のためのターゲット遺伝子の選定ですとか、ゲノム編集せずとも、データ駆動型で育種を行っていくというようなアプローチを進めています。で、ゲノム編集の今のポジショニングなんですけれども、広島大学が世界のゲノム編集をリードしているというような状況にあるのかなというふうに思いまして、ゲノム編集分野の論文数ランキングですとか、そういったものが出る時にはですね、この山本隆の名前がそのランクの上位に入
入ってくるというところにあります。で、もともと私がそのスタートアップを起こすきっかけとなった取り組みですね。広島大学に最初に赴任したのが2016年4月だったんですけれども、そこで初めて先ほどの山本隆と出会いまして、まあ、彼の持っているシーズですね、ゲノム編集の独自技術というものを使って、まあ、産学連携のプロジェクト、JSA が新しく始めたというのがありまして、まあ、当時このオペラというプロジェクトが始まる年だったというところで、まあ、そこに提案しようというのが、なられたミッションでした。私、まあ、もともと JSA にいたというところもあって、まあ、特にそれで、プチ聞きをしてもらったとかでは全然ないんですけれども、まあ、どういうプロジェクトに、どういうふうな提案をした方が、まあ、刺さるかというかですね、よりインパクトが与えれるかっていうのは、なんとなく、感覚としてあったのかなというところがあります。で、そういった、まあ、もともと強いシーズがあって、まあ、それをどういうふうに、プレゼンテーションというかですね、表現するか、申請書の中に落とし込むかというところがうまくはまってですね、これが採択になりました。というところが大きなスタートでした。で、このプロジェクト非常に難しくてですね、大学が企業から集めた共同研究費と同額 JST が出すっていうようなマッチングアウトだったので、実は、最大 1.5 億 JST から年間もらえるっていうプロジェクトだったんですけど、この分野の研究共同研究で企業様から 1.5 億円の共同研究をまず集めないといけないっていうようなところがあって、まあ、非常に営業努力というかですね、いろんな企業様のニーズを聞いて、まあそこの中で共同研究費の組成、共同研究の組成、プロジェクト化というものを進めてきたという5年間だったかなと思います。で、結果として34期間入るコンソーシアムとして、まあ、いろいろな研究成果ですね、そう生み出したのかなというふうに思っています。で、実はこの途中の間ですね、2019年に起業しているというところなので、まあ、プロジェクトが5年間の満了を迎えるに向けて、いろいろな研究成果が出てくる、その社会実装を進めるための箱として、大学ガスベンチャーを立ち上げたという経緯もございます。で、そこからですね、実は2020年最終年度に、またオペラの後継施策と呼べるようなプロジェクトが始まりまして、それが今も続いております、競争の場形成支援プログラム、COI NEXT というものであります。で、こちらの方が少し、未来志向というかですね、まあ、ウィズポストコロナ時代を見据えて、SDGs ですね、2030年にいろいろなこういったことを目指そうというところが書かれているものなんですけれども、まあ、そういった未来のあるべき姿、社会像というものを最初に作ると、拠点のビジョンを作って、そのビジョンを共有したメンバーと一緒にバックキャストで研究開発、のテーマを設定するというような立て付けのプロジェクトでした。で、さらに、育成型の2年でステージゲートを超えると本格型10年というところで全体でいくと12年続くプロジェクトと非常に長期になっているので、まあ、そういったものを動かす産学科連携マネジメントシステムの構築っていうものを進めるというのがポイントでした。で、我々、先ほど来お話ししているバイオ DX というキーワードをですね、この時に新たなコンセプトとして打ち出して、まあ、バイオデジタルトランスフォーメーションというのが、まあ、フルの名前なんですけれども、略してバイオ DX と言ってまして、まあ、どういうことかと申し上げますと、まあ、産業上使われる様々な生物、資源あると思うんですけれども、まあ、こういった生物の資源ですね、いわゆる非モデル生物、まだまだゲノムが読まれていないものもたくさんあるというところで、長読みのシークエンサーを使って、そのゲノムの配列を解読する。で、さらには、その遺伝子の発現解析ですね、RNA-seq を行って、解析進めて、まあ、機能アノテーションをつけていく。で、さらにはパスウェイの再構築などもしながら、遺伝子の機能と、配列の関係性を導き出していくというプロセスを目指しているものということになります。で、さらには、そのターゲットの遺伝子になるものが見つかった先には、ゲノム編集も必要に応じて適用できるというところであります。で、従来の育種に加えて、こういったデータ駆動型の育種というところで、デジタル育種というふうなネーミングもつけて、今展開しているというところになります。で、まあ、ビジョンを作るというところは非常に大事なプロジェクトでしたので、そのビジョンを共に作るチームですね、ビジョン競争チームというものも作り上げて、特にビジネスですね、出口の方向で、社会課題を解決するために必要な
ビジネスですね、経済的にも持続可能なものというところで、そういったものを考えるチームからスタートアップの支援チーム、そしてゲノム編集のプロダクトはやはりエルシーの課題がいつもありますので、そういったものにどう取り組んでいくかということを検討するチームを結成して、議論を深めたというところにあります。そして未来のありたい社会像をここに挙げているような3つのターゲットですね、を置いてですね、バイオと DX の異分野融合で人類が直面する社会課題を解決しようというところで、今、プロジェクトの展開をしているというところになります。そして、SDGs 達成に貢献する3つのターゲットですね、まあ、3本の矢というようなものを今置いておりまして、生物のデジタル化や、まあ、プログラミングといったようなことが可能になれば、いろんな課題が解決できるよねというところで、そのターゲットを置いていっているというところになります。で、例えばターゲットの一つですね、SDGs の2番なんですけれども、実は SDGs17 ゴールズなんですけれども、その下に169のターゲットっていうのがあって、まあ、そういったものを少し読み解いていてですね、まあ、どういったところに、この、研究開発役立っていけるのかっていうものを少し念頭に置きながら進めているというところになります。で、研究開発課題全部で4つあるんですけれども、そのうちの1つ、大野先生が課題リーダーを務めているところに関して言うと、データ駆動型ゲノム育種、デジタル育種技術の開発というところで、アカデミアから企業ですね、様々な方々が参画しているというところで、食料問題を解決するフードアグリテックというような柱立てになっております。ターゲットの二つ目に関して言うと、健康福祉の増進ですね。そういったものを見据えて、二つの課題を動かしています。課題2の方は、プロジェクトリーダー山本隆が自ら課題リーダーを務めて、デジタル駆動による産業直結型ゲノム編集トータルパッケージの開発ということで、まあ、基盤技術開発というところを進めるというところにいます。でそして一つのターゲットですね。課題3ですが、広島大学の堀内教授が、課金、鶏やうずらを使ったデジタル育種と、さらにはその卵を大まく活用したバイオ薬品の製造技術の開発というのがテーマを進めているというところにあります。まあ、課題が2つもありまして、参画期間も非常に多いグループになっています。そしてターゲットの3つ目ですね、カーボンゼロを推進するバイオものづくりというところで、特に東京工業大学の太田先生が課題リーダーとなりまして、微細藻類や植物における有用物質の生産プラットフォームの開発というところで、主に川崎市をフィールドにしながら展開しているチームを組成しているというところにあります。で、我々、お膝元はですね、今日ここに来ている鳥取バイオフランティアのような組織を目指してですね、広島大学の中にも、広島大学イノベーションプラザという旧GST プラザ、イノベーションプラザ広島と言われていたところを、広島大学が今、預かって動かしているというエリアになるんですけれども、ここにゲノム編集イノベーションセンターというところのコアなセンターがあり、コアになるセンターがありまして、ここにスタートアップ支援機能やシェアラボ機能というものをこれから実装していこうとしているというところにあります。で、人材育成のプログラムですね、卓越大学院プログラムの中で、やはり山本隆の方が、プログラムコーディネーターを務めております、ゲノム編集の先端人材育成プログラムというものがございますので、こういった人材育成の取り組みと研究開発を一体的に進める枠組みを今作り上げているというところにあります。また自治体ですね、自治体との連携も非常に重要な観点になるんですけれども、膝元の東広島市というところが、今 SDGs 未来都市東広島というところで、国の認定を受けておりますし、さらには大学とタッグを組んでですね、タウン&ガン構想というところで、町、タウンと大学、ガンが一体となった町づくりを目指すというところで、新たな地方創生のモデルとして、こういったものを売り出していこうとしているというところになります。まずは第一弾として、未来クリエというコミュニケーションの場をですね、学内に作りまして、ここに国際交流拠点ということで、宿泊施設や交流するスペースが設けられている。この先、研究開発拠点が必要になるというところで、特にアリゾナ州立大学という大学の取り組みをモデルにしているんですけれども、彼はアメリカの方で、スカイソング
というような産学連携プロジェクトの拠点を作っているというところもありますので、こういったものをこれから、仕立てていこうとしているというところにいます。で、さらには広島県はですね、スタートアップフレンドリーな湯崎知事がいるというところで、最近でも広島ユニコーン10ということで、広島からユニコーン企業を10社、10年で生み出そうというようなチャレンジングな目標を立ててですね、スタートアップ支援に取り組んでいるというところにいます。でさらに広島県の中にですね、大崎上島という離島がありまして、ここは非常に良い実証フィールドになっているんですけれども、中国電力さんが、ネドの次世代火力発電所の研究開発プロジェクトを受けて、大崎クールジェンというプロジェクト会社を作って、その研究開発を進めているんですけれども、次世代型とはいえ CO2 がやはり出てくる施設であるというところで、その施設から出てくる CO2 を直接吸収する微細藻類が、この付帯施設にあって、そこの中に、バイオものづくりに変換するような、取り組みを一緒に動かそうということで、カーボンリサイクルの実証研究拠点というものが広がっています。このちょっとちっちゃい写真ですけれども、いろんな中規模の培養施設、設備などが投入されて、いろいろなプレイヤーの方がここで藻類の培養の実験ができるような場所になっているというところにあります。一番下にロゴが置いてあるような企業様がここに集まってくるというような仕組みが今できているんですけれども、例えば、ユーグレナですとか、東大発ベンチャーのワルガルバイオさんとかが、こういうフィールドを使って研究開発を展開しようとしておりますし、そういった企業様と、プラチナバイオというスタートアップが連携していくような取り組みというのが、コロナ禍から進んでいくのかなと思っております。こういった取り組みも含めて、我々 JS の CY NEXT というところで、オールジャパンのコンソーシアムですね、54機関が参画する、もうほとんどロゴがちっちゃくて見えないぐらいで恐縮なんですけれども、が入っているようなコンソーシアムを動かしながら、大学と企業の共同研究という枠組みなんですけど、それにはまらないようなスタートアップと大企業ですとか、スタートアップとスタートアップの連携っていうようなものもうまく一緒に動かしていくというところで、内閣府にですね、地域バイオコミュニティという制度がありまして、こちらに広島県とともに提案させていただいて、昨年12月に広島バイオ DX コミュニティが採択されたというところになります。で、このバイオコミュニティって何ですかっていうところなんですけれども、内閣府がバイオ戦略の中で、各地域にですね、地域バイオコミュニティをいくつか作りながら、東京と大阪にそれぞれグローバルバイオコミュニティを置いて、バイオ産業の活性化を図ろうというような取り組みになっておりまして、中四国地域では、実はこの広島バイオ DX コミュニティが唯一認定を受けたというエリアになっているというところで、このコミュニティ間連携ですとか、コミュニティの活動をさらに活性化するためにですね、いろいろなエリアの方との連携を進めているというところで、今日セミナーに来させていただいたのもその活動の一環ということになっています。で、広島バイオ DX のコミュニティの強みなんですけれども、もともとですね、自治体のそういった県内の設備を有効活用した実証フィールドも展開しているですとか、広島ユニコーン10のようなバイオ技術を利用促進するようなスタートアップ創出を促進するような土台があるというところですね。そこに加えてこの CY NEXT の本格型、実は昨年度の4月に本格型に昇格したんですけれども、そういった拠点が運営されていくというところで、さらなる企業の呼び込む呼び水になっていくのかなというふうに思っておりますので、こういった取り組みを進めていくということです。広島県内にも様々なフィールドがありますので、そういったアセットの活用ですとか、新規実験場の構築ですとか、そういったものをどんどん進めていきたいなというふうに思っています。で、我々やはり競争事業ですね、ちょっと真ん中にプラチナバイオという恐縮なんですけど、共に作る事業パートナーの方々と共に作る事業によって社会課題を解決するというところを目指しています。特に食のユニバーサル化というところでは、4月の27日に湯島大学の堀内先生とがプレスリリースされたんですけれども、ゲノム編集で卵アレルギーの元になるアレルゲンの一つをノックアウトしてなくしたという卵を作りましたと
で、その卵の安全性も確認しましたというような論文の発表がありましたというプレスを出せていただいて、多くの方からポジティブな反応をいただいたというところで、アレルギーのある方でも、ない方でも同じ食事が食べれるような、そんな未来を作る。それを実現するようなプロダクトになるのかなというふうに思っております。また医療応用に関して言いますと、ビジョンケアですね、神戸理研から独立された高島正夫先生の網膜再生医療のチームとともにですね、目の遺伝子治療という新しい、モダリティに対して、純国産のゲノム編集ツール、ジンクフィンガー MD1 というものを我々開発したツールなんですけれども、これを使っていただいて、そのパイプラインをお進めいただくというような共同研究を進めているというところにあります。で、また、資源循環型農業という文脈においては、我々プラチナバイオの株主の一人でもありますヤンマ様と一緒にですね、菌相のメタゲノム解析によって彼らが売っているバイオコンポスターですね。食品残渣を分解する装置。その中で動く菌資材を開発するというようなプロジェクトも進めているというところにあります。さらに水産資源の安定的な供給というところで、我々、鳥取に来て美味しいお魚いっぱいいただいてきているんですけれども、そういった資源がこれまで、これから先もずっと取り続けるかはちょっとわからないような今情勢にもなってきているというところもありますので、養殖によって、作る、生産するという動き、加速しないといけないというような危機感があります。そういった意味では、養殖の現場で必要になるような、種苗ですとか、そういったものを開発するというものが必要になってくるというところで、今度はこちら、バイオ DX のアプローチから進めようとしているというところになります。で、さらに、バイオものづくりに関して言いますと、実際、微生物や細胞が作る物質が医薬品の原料になる。ですとか、化粧品の原料になる。そういった工業的な利用が可能になる物質を生産する、その生産能力を高めるという文脈になるんですけれども、非常に社会実装もしやすい、アウトプットになるのかなと思いますので、こちらの取り組みですね、我々強化していきたいなと考えています。で、その物質生産するものが、微細藻類である場合、CO2 を吸収して、いろんな油を作る、カーボンリサイクルという文脈も出てくるということになるかなと思います。そういった意味では、我々三位一体で広島のバイオディエクソミティを推進するというところで、大学における CONEXT に加えまして、この自治体、国自治体ですね、内閣府広島県東広島市をコアにした、バイオディエクスコミュニティ、広島バイオディエクスコミュニティの運営を進めているというところもございますし、こういったものを進める運営の母体となる法人を立ち上げて、2022年の1月11日に立ち上げたんですけれども、一般社団法人バイオディエクス推進機構というものも立ち上げて、より持続的な、その運営体制ですね、作っていこうとしているということになります。バイオディーク産学競争拠点を核とした産学間の三位一体でステークホルダーとのウィンウィンの関係を築いて、自立した拠点を実現していくということを狙っているということになります。ということで、私たちと一緒にこの社会課題を解決するいろいろな共同研究先の方も求めておりますし、どんどんそういったプロジェクトに関わる人材というものが必要になってきますので、そういった採用活動もリクルート活動も進めていきたいと思いますので、ぜひ我々と一緒に社会課題を解決しましょうということで、私の発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。